こねこ日本史公式チャンネル。私の出番かな？七夕は、帝の娘であり、機織りの名手、織姫と、牛飼いの彦星のお話です。二人は、帝の引き合わせで結婚することになりますが、仕事そっちのけで仲良くしている二人を見かねて、帝は二人を引き離すことにします。悲しみに暮れる織姫を見かねて、帝は一年に一回、7月7日にだけ二人を会わせることを許したのでした。というお話なんです。そうだ、せっかくだから短冊を書こうか。今回、実はソニシ先生と川村監督からも短冊をもらっているのよ。コロナが一日も早く収束しますように、あと疲れ目でもたくさん本が読めますように。ソニシ賢治。みんなの心がポッカポカ太陽になりますように。川村智博。どれどれ、見せて見せて。じゃあ掃除から。今年も織姫様と彦星様が会えますように。そして今年こそ龍馬を倒す。もう最後の一文は余計でしょ。じゃあ龍馬も見せてみて。今年も織姫様と彦星様が会えますように。ついでにわしとお涼ちゃんもラブラブでいられますように。いつもの流れね。でも二人とも織姫様と彦星様のこと祈ってくれてて優しいね。きっと大の気持ちは届くと思うよ。見てくれている皆さんのお願い事は何ですか？短冊代わりにぜひコメント欄に書いてみてくださいね。チャンネル登録よろしくにゃ。